阪神タイガースファンの皆さん、こんにちは。今日の動画では、フェニックスリーグで活躍し、コーチやファンの注目を集めた5人のタイガース選手をキックアップしてご紹介します。この素晴らしいパフォーマンスは、若手選手たちの成長と可能性をしっかり示していて、まさに未来のスターたちなんです。阪神ファンの皆さんには見逃せない情報です。阪神タイガースの最新情報をお届けするため、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、 この素晴らしい選手たちがチームにもたらした光景を詳しく見ていきましょう。最初にご紹介するのは、昨年のドラフトでタイガースに選ばれた将来有望な若手選手、山田です。今シーズン序盤に右肘の怪我に見舞われましたが、タイガースの2軍で102試合に出場し、豊富な試合経験を積んできました。フェニックスリーグでは、8試合連続ヒットという印象的な成績を残し、チーム最多の15安打を記録しました。特に目立ったのは、10月18日の DNA 戦です。 山田は重要な場面でヒットを放ち、その直後に素早く盗塁を決め、身体能力とゲーム感覚を見せつけました。このプレーに藤川監督も称賛をします。塁上に立った時に何かを仕掛けようとしているのを感じさせると評価しました。また、藤川監督は山田のバッティングセンスを特に高く評価し、そのタイミングや打球の感覚をリーグ有数の打者である坂本と比較するほどです。攻守ともにバランスの取れたスキルセットを持つ山田は、来シーズンも注目すべき選手であり、 さらに成長したイガースのラインアップで名を当てていくことでしょう。次に紹介するのは、昨年の周期キャンプで正式に支配下登録され、今シーズン1軍デビューを果たした野口です。1軍で26試合に出場し、打率は18.9%で長打は出なかったものの、2軍では29.5%という印象的な打率を記録しました。フェニックスリーグでは、その活躍が爆発し、3試合連続ホームランを放ち、チーム内で本塁打と打点の両方でトップに立ちました。 藤川監督は、野口の献身と準備の姿勢をすぐに称賛しました。監督は、この取り組みが直接結果に結びついたと信じています。この高いレベルの意識が、野口にとって大きな影響を与えるポジションを確保する原動力となりました。注目すべきは、今シーズンタイガースが外国人外野手を補強しなかったことです。この決定は既存の選手たちへの信頼を示し、野口にとってはランクアップの絶好のチャンスです。今後、 ノクチは前川や井上とプレイタイムをかけて激しい競争を繰り広げることが予想されます。これにより、タイガースのラインアップはさらに盛り上がり、来シーズンに向けた競争力のある成長が期待されます。3人目の注目選手は前川です。昨シーズンにタイガースの1軍でデビューし、116試合に出場して安定した存在感を確立しました。前川は、その回復力とフィジカルの強さで知られており、常にリーグの厳しい要求に応えています。 100試合以上出場した選手の中では、打率26.9%でチーム3位の成績を収めました。フェニックスリーグではさらに成長を示し、打率31.3%で日本のホームランと7打点を記録しました。藤川監督は、前側の大きな可能性を見ており、彼の勢いを失わずさらに成長するよう励ましています。この指導には、前側がさらなるパフォーマンス向上を果たせるという信頼が反映されています。来シーズンに向けた明確な目標は、 打率28%以上、ホームラン2桁を達成することですこの目標を達成すれば前側は自身のスタッツを向上させるだけでなくタイガースの主力メンバーとしての役割をより一層確固たるものにし次のシーズンに向けたチームの競争力向上に貢献することでしょう4人目の注目選手は福島です育成ドラフトから選ばれ並外れたスピードと見事な守備力で早くも頭角を現しました2軍では打率24.5%を記録し 15回の投類に成功しままししたが、が成功率は55.6%と改善の余地が残っています。しかし、フェニックスリーグではさらに成長を遂げ、打率32%、出塁率48.5%という素晴らしい成績を残し、チーム最多の5盗塁を記録しました。藤川監督は、福島のスピードと強力なスローイングアームに強く感心しており、彼の守備力と盗塁センスがチームに貴重な多様性を加えると評価しています。 福島の運動能力と向上心はリーグを通じて発揮され、ダイナミックなプレイヤーとしての潜在力を示しました。福島は11月に台湾で開催されるウィンターリーグに参加予定で、さらに実戦経験を積む予定です。この機会はスキルを磨く上で重要なものであり、守備のスペシャリストやダイソーとして1軍で役割を競える準備を整えて戻ってくることが期待されています。最後にご紹介するのは小畑です。大きな可能性を秘めた若手選手ですが、今シーズンは不運な怪我に見舞われました。 7月には絶好調で打率37.2%を記録していましたが、筋肉の張りによりスタメンの座を失い、その成長が一時的に止まりました。それでも、小畑はフェニックスリーグで復帰し、持ち前の粘り強さと意志を見せ、13打席で5安打、うち1本はホームランを放つ安定した成績を残しました。藤川監督は小畑の打撃力を評価しつつ、一軍で安定したポジションを確保するためには守備力の向上が必要だと強調しています。 小幡には強い攻撃力がある一方で、守備面では改善が求められ、時折見られる守備エラーが完全な成長を妨げています。今後、小幡の重点は守備力の向上に置かれる予定で、よりバランスの取れた選手を目指します。守備の安定性を高めることで、打撃と守備の両面で貢献できるタイガースの主力メンバーとしての地位を確立することを目指しています。次のシーズンを通じての成長により、小幡はチームに安定性と多様性をもたらす重要な存在となる可能性を秘めています。 これらの有望な5人の選手を振り返ると、それぞれがタイガースにユニークな強みをもたらしています。福島の驚異的なスピード、山田の攻守に優れたバランス、野口のパワーヒッティングの可能性、前川の粘り強さと安定したパフォーマンス、そして小畑の守備向上への強い意志です。彼らは、重要なポジションで影響力を持つ多彩なグループとして、チームに大きな可能性を秘めています。藤川監督は、特に野口、前川、 オバタなどの選手間で競争が激化する中で、これらの若手選手に大きな期待を寄せています。この内部競争により、タイガースの選手層はさらに厚くなり、次のシーズンに向けて新たなエネルギーと期待をもたらす持続的なチームの成長が見込まれます。阪神タイガースのファンコミュニティは、これら若手選手の努力と成長に対して強い支持と熱意を示しています。ファンは彼らのハードワークと進歩に感謝の意を表しており、 特に今シーズン外国人選手を追加しないというチームの決定に楽観的な意見が多いです。この決定により、国内の若手才能がさらに大きな舞台で輝くチャンスが広がります。ファンの間では、これらの選手が一軍に加わる可能性についての話題が盛り上がっており、若さと情熱がタイガースに新鮮な風を吹き込むことへの期待が高まっています。サポーターは、このような新たな才能が今後どのように成長し、次のシーズンでチームの成功に貢献していくかを楽しみにしています。 この動画では、フェニックスリーグで活躍した阪神タイガースの有望な5人の選手について詳しく見てきました。山田の連続ヒットや野口のホームランラッシュ、前川の安定感じ、福島のスピード、そして小畑の決意と、それぞれの選手がタイガースの未来を明るくするスキルと成長を示しました。彼らの成果はこれまでの努力を物語り、チームのパフォーマンス向上への可能性を示唆しています。次のシーズンに向けて、ファンはこれらの若手選手に大きな期待を寄せています。 若手選手たちの間で熾烈な競争が繰り広げられる中、タイガースのラインアップはさらに強化され、より力強くなることが確実です。選手層の厚みと新たなエネルギーが、ワクワクするシーズンを約束し、各選手がより強力なタイガースチームに貢献していくでしょう。ご視聴ありがとうございました。阪神タイガースの最新情報やこれからも輝きを増していく若手スターの成長を見逃さないよう、ぜひチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。